一度君をですけども、今日紹介するのは、このねラカン、ジャック・ラカン精神病というね、本でありますけども、これは実はね、彦高直義先生が主催するラカンと美術読書会というのを、月1回やっておりまして、その中でこの本ねもうちまちま読んでます。月に1回ね、3ページぐらいずつ読んでるのかな。だからこれも 3,4 ページぐらい、もうちょっとかな、まあ、とにかく回によって違いますけど、随分時間をかけてねちょっとずつ読んでます。で、とにかくねもうラカン難しいのでね、その、まあ、あんまりちゃんとこう理解しながら読むというよりも、とにかく、読むことに意義があると、分かんないまま読むとね、そういうことに意義があるということで、毎回ちょっとずつ読んでますけど、これ上下巻あるうちの上、まだ読みかけです。はい、それで、でね、この前ねふとね、パラパラっとね読み直したらね、あ、なんかすごい分かった感じするっていうね、気がしたので、それについてのお話をしようと思いますけども、これね、この本書かれた時代ですね、これをねまずね、考えなきゃならないと。で、そのジャック・ラカンのこういう一連の本はですね、セミネールといって、まあ、講義録なんですね。まあ、今私も喋ってますけども、その喋ったことを、筆記して、それが、何冊か本になっていると、セミネールというシリーズがあると。で、これのね、この精神病の講義が行われたのが、最初がね1955年なんですよね。でね、1955年っていうとね、これね、私は1965年生まれですよね。で、その10年前ですよ。で、昭和で言うと、昭和30年ですね。だからね、昭和30年っていうとね、三丁目の夕日の時代ですよ。あとね、小津安二郎の映画とかね、だから日本の状況を、見ると、まあそういう時代だったと、いうことなんですよ。で、今とはねやっぱ随分違いますね。で、まあ、もちろん私の生きていた物心ついてついた時代よりも、さらに昔ですからね。で、そうするとまあその一つは映画を見て当時っていうのはこういうもんだったっていうのがね、まあ、分かるということなんですよ。で、それでも私は三丁目の夕日も、見ましたし、まあ、三丁目の夕日はねちょっとね仕事で関わったことがありまして、まあ、直接映画を作ったわけではないんですけど、まあ、それは置いといてですね、あの三丁目の夕日見ましたね。あと小津の映画ね結構ね私ね好きなんですよ、ね、でね、やっぱりねあの頃と、あの頃この頃ですね、今と違うのはね、結局そのまあ、ラカンが言うのはその一つ強調するのは、象徴界っていうことなんですね。で、象徴界っていうのは、父の名という、言葉で示されますけども、まあそういうね、あんまりね専門用語にね惑わされちゃいけないと思うんですよね。で、もう一つ専門用語に惑わされちゃいけないっていうのは、そのやっぱ昭和30年代の当時と、令和になった今の時代ではね随分違うと、いうことなんですよ。それでね、まあ、一般的にその昔に書かれた本というのは、今の時代に照らしてねどうかという、 こう一般法則がありまして、つまりね、ここで書かれている精神病、つまりそのラカンというのは、フロイト系の精神分析医でありまして、医者なんですね。精神分析のお医者さんなんですね。で、現実の患者さんを見てるわけですよ。で、その患者さんをまあ治そうとしてるわけですね。で、その治す手段としてその、フロイトの精神分析を研究して、まあ、それを、自分の治療に応用しようということなんですけども、その昔に特殊事情だったものが、現在では一般化しているというね、そういうね一つ法則があるんですよ。ですからね、このね、ラカンが問題にしている精神描写ね、具体的に言うとそれはね、パラノイアなんですね。変質狂とも言われますけども、パラノイアの研究の本なんですよ。だからこの本の中でパラノイアというのは、精神病というのはパラノイアのことなんですけども、しかしねこれね昭和30年代にはこういうパラノイアっていうのは特殊な、ね、病気の人として取り扱われたんですけど、今のこの令和の、ね、平成時代もずっとそうだったんですけどね、実はねパラノイアの人がね、増えている、ね、でもう増えすぎちゃってね、そのパラノイアの状態が普通になりますからね、だからねパラノイアっていう病名つけなくてもみんなパラノイアなんですよ。でそういう時代がねこの今の時代なんじゃないかなというふうにして、思うんですね。で、まあ、一般的にねその
言われることですけども、つまりその昭和30年代というのは三丁目の夕日見ると分かりますけども、みんなで力道山を見てたんですね。三丁目の夕日はそのテレビが、ね、発売されたばっかりで、そのテレビが買えるオタクっていうのは、ごく少ないわけですね。で普通はこうみんな街頭テレビを見てて、である日まあその主人公の一家にテレビが、テレビ買ったっていうとね、こう近所の人たちね、みんな集まって、何十人もね集まってね、それでその人の家でテレビ見るんですね。でそこでみんな力道山を見てね、もうみんな熱狂するわけですよね。でまずね、その今の時代でさ、そのね、テレビにしろ何にしろ、その、誰かのうちにみんなで、近所みんなで来るっていうことないわけなんですよね。もう各家庭バラバラで、その近所付き合いもあるようでないようでね、その、挨拶程度ですよね。で大体その小津安二郎の映画見ても、その、団地住まいで隣の家にね、醤油がないから醤油貸してちょうだいとかね、お米貸してちょうだいとかね、行き来してるんですよね。でそれとその、小津安二郎は家庭ドラマでもありますけども、その会社が出てきます。会社がね、でそうするとそう劉知秋がこの会社の上司で、でそうするとあの事務員やってる女の子がね、結婚まだとね、まだだとね、君そろそろ結婚どうだいっつってね、いい子いい人紹介するよみたいな感じでね、もう今から今の時代そんなことやったらね、もうなんか余計なお世話な、プライバシー侵害でね、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントですよね。人のことなんかほっといてちょうだいっていうね、そういう今はそうなんですけども、その昭和30年代この羅漢のこの、精神病が書かれた時代はそうではなかったわけですよね。だからそのもっとね、国民がこう一体となって、同じものを見ていたと、で同じ価値観を共有していたと、で、プライベートもね、なかったというかね、もっとこう今その核家族、人間関係っていうと家族でいうと核家族で閉じている、そして核家族から成人するともう個人に閉じていると、でそういう世界が今ですよ。ところが羅漢のこの時代は、そうじゃなくて、もっとねこう人間付き合いが濃厚だったんですね。でね、パラノイアって何かっていうとね、まずその、他人の話を聞かないんですよ、ね、他人の話を聞かないで自分の話だけ一方的にすると、で自分だけのこの妄想を一方的に語る人がパラノイア、変質狂なんですね。だからフロイトの精神分析っていうのは、つまりね、カウンセリングによって成立するんですね。悩みがあるんですけどもっつってね、フロイト先生が、患者さんがフロイト先生に、相談すると、じゃあ夕べどんな夢見ました、夕べねどんな夢を見ましたかって言って、そこからこの あなたは子供の頃父親に何かこう葛藤があってなんとかっつってね、それで分析して、でその自分のその無意識に抑圧されたものを、意識化すると、病気が治ると、そういうその方法論ですね。ところがそのパラノイアの人っていうのは、パラノイア、精神病パラノイアの人っていうのは、もうとにかく人の話聞かないで自分のことしか言わないので、もうカウンセリングにならないっていうんですよね。だからね、そういう人に対してはサジを投げるしかないと言って、フロイト先生は困っていたところ、そのシュレーバー議長という人がいまして、その人は有名な、フロイトのもうちょっと前の時代の人かな、とにかくねもう強度のパラノイアだった人で、おかしくなって精神病院に入院して、いた人なんですけども、その人がシュレーバー回想録というね、手記をね出版したんですよ。だからね、そのパラノイアの人が自分の妄想をその本にして出版したっていうのはね、もう非常に稀有な例として、知る人ぞ知る、ね、そういう書物があったんですけど、それにフロイトが目をつけて、でそのつまり本人と対面すると、パラノイアの人っていうのは精神分析できないですけども、その本になってるとその本を、精神分析できるというところで、その、シュレーバーの手記をもとにそれを精神分析したフロイトの本があるんですね。でそのフロイトの本をもとにまた、羅漢が書いてると、
このね、三重構造になって複雑な本なんで、それね、元のね、フロイトとかシュレーバーとか読んでないとね、何のことだかよく分かんなくて、で私はかろうじてフロイトの本は読んだんですけどね、シュレーバーの本はまだ読んでないんですけども、まあね、フロイトの本も非常に見事な本でありまして、まあ、とにかくシュレーバー議長という方がおかしな妄想に取りつかれるんですけど、まあ、それは、なぜかというね、それはもうその、なんか推理小説みたいにね、こう見事にね、そのね、原因を解き明かすと、まあ、そういう面白い本なんですけども、でもね、羅漢の時代まではね、まだね、それね、特殊事例なんです、特殊事例ね。ところがね、まあ、普通にありていに考えてですよ、その人の話聞かないでね、自分のことばっか言う人ってね、まあ、世の中にいっぱいいるんですよ、ね、だから分かりやすい例で言うと、その、オタクっていうのはその、私も知り合い何人かいますけど もう早口でね、自分の興味のあることしか喋んないんですよね、人の話全然聞かない、ね、でもまあそういう人も意外とその、普通に会社員やっててね、まあ、僕も仕事バイト先で知り合った、友人なんかそうですけども、まあ、精神病というほどね、重症ではなく普通に社会生活を行ってるんですけども、まあ、そういう変わった人がいると。で、あとね、まあね、その私フリーで仕事していますけども、そのどこの誰っていうのはなかなか言えないですけどね、その、まあ、担当者によってはね、すごくね、やりづらい人がいてね、まあ、人の話聞かないね、こういう企画があるんですけどもつってね、まあ、向こうから話持ってきてくれたりするんですけども、なんかこう勝手な妄想を向こうが、広げてね、私にこれやってもらいたいんですって言ってね、で、まあ、ちょっとね、これはできるけどこれできませんとかね、こういうのどうですかとかね、いろいろ私の方も提案するんだけど、そんなの全然ね、聞かない人がいるんですよ。で、そういう人場合はまあしょうがないから仕事にならなかったりするんですけども、まあ、とにかくね、変な条件でね、押し付けてきてね、まあ、満足にギャラも払えないとかね、まあ、そういう平気で悪い条件で押し付けてくるんですけど、そういう人っていうのは、まあ、人の話聞かないんですよ、ね、自分のストーリーで勝手にこう妄想を膨らまして、こっちにこう一方的なこう条件を突きつけてくると。でね、たびたびあるんです、たびたびあるんですよ。でもね、そういう人はその一応名の通った企業でね、で看板背負ってね、その、まあ、企画担当みたいなね、肩書きでね、なんとかマネージャーみたいな肩書きでね、やってたりするんですよね。だからもう精神病者ではないんですけども、ね、そういう人ね、増えてる今だからね、この本を読む糸口は、まずこの本の中では精神病というのは、つまりパラノイアというのは、特殊事例として、扱われていますけども、今の時代はそれが一般化していると、ね、そういうふうにして読むと、またね、これね、ちょっとね、違う、見方が、できてくるなというふうにね、思った次第であります。